東京五輪で反日横断幕を掲げる韓国選手団に、ネット。多分これは五輪憲章にも触れる、がネットで話題。内容はこちら。東京五輪で韓国選手団が反日横断幕を掲げ、批判が殺到しているようです。では、岡田秀則さんとラッピさんのツイートより内容を見てみましょう。岡田秀則。東京五輪、韓国選手団。東京オリンピック選手村の居住棟に反日横断幕を掲げる。李俊信の名言、韓国では日本軍と戦った英雄。スポーツに政治を持ち込む韓国人。多分これは五輪憲章にも触れる。ルールを守れない民族。政治的対立を煽る民族。東京五輪に参加する資格なし。ラッピ。東京五輪開催前までの韓国の言動。五輪ホームページの竹島表記を削除しないと選手団を派遣しないと五輪ボイコットを政府が叫ぶ。五輪に合わせ首脳会談をやろうと開催国の日本が提案しろと叫ぶ。選手村で反日横断幕を掲出。東京五輪を政治利用&反日感情を煽るために利用してる韓国に本当うんざり。これはあまりにもひどすぎますよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。始まる前からやってくれるな。とっとと帰れ。競技開始前から反則するんだ笑い笑い。なぜ来た？やっぱりね。やってることが小学生みたいだな。普通に常軌を逸しすぎてますから。次はこちら。憲章違反で帰ってもらおう。もう全員国外へ強制退去や。オリンピック憲章違反です。日本政府と JOC の対応に期待したいものです。ルール違反にペナルティはないんですか？この件に関しては、しっかりとした厳しい処分が必要です。次はこちら。マスゴミはこの件、報道してますか？多分韓国に忖度して大々的には報じないでしょうね。最後はこちら。JOC はバッハ会長に抗議すべきです。政治活動をした選手に競技参加を禁止すべきです。見過ごせば何度でも繰り返される。おっしゃる通りです。見過ごせば繰り返される。強制退去などの厳しい処分が妥当ですよ。結論。東京五輪に堂々と政治を持ち込む韓国人。始まる前からこれですから、競技中でも政治的パフォーマンスを繰り返すと思います。日本政府と JOC は、この韓国選手団のありえない愚行に対し、厳しい処分を下すようお願いします。こんな暴挙を絶対に見過ごしてはいけないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。